やっていきまーす。意外とうまくないか。やばい、すごくない？こっちこっち、ちょっとこっちこっち、今日はマジでなかなかないレベルの最高ですね。うわ、こんな映像なんだな。ただちょっとね、やっぱりそういうリスクも頼んでるよね、この寒さ。寒さはちょっと別人だな。すげえ、マジ海いいよ、マジ海いい。ちょっとあっちの方は若干曇ってんだよ。あっちも若干曇ってんのに、なんかあいつも中国4000年間があるもんね。あっちもさ、太陽が出る方だけさ、雲が晴れてるからさ、昨日の4点もさ、あのあやぐのやめてもらって、こっちは寒くなってくるんだよね。ちょっとそのあーっていうのやめて、本当に迷惑だから他の人にも。ちょっとあーっていうのもダメ、それ禁止ね。出ちゃう、無理だ。あ、来た来た、明らかに来ました、明らかに。あれですね、やっぱり明らかに、ね、明らかに眩しい。さっき全然眩しい、全然眩しい。来ました、ご来訪です。今ちょうど出ました、もう半分の頭を出してる。まぶっ、まぶしい、直視できねえ、すごい。上に雲があるんじゃない？うん、上に雲がちょっとあるんだけど、下の雲と上の雲のど真ん中。映像で。ちょっとドキュメンタリー番組。この映像捉えました。うわ、すっげえ。あのラグほぼなしでご来光見えたのは結構なんかトロフィーを獲得した感あるな。言い方よ。実績解除感はない、あるけどな、すごく。始まってしまった感あるな。違うね。昨日か、結構やっぱ歩いて体温を上げて、でそれからこの岩場に差し掛かったから慣らしの期間があったけど、今日ゆっくり行かないとマジで高山病かかると思う。空気気持ちいい。そうね、うん、思ってる寒くないっていう。もう日が昇ってきたから、うん、これあそこで本当良かったね、山小屋。そうね、 次の山は遠。あれは遠いぞ。あれ8かな。あ、8や。あれ無理だよ。いやー辛いぜ。昨日の疲労はそんなめちゃくちゃなことやんだけど、まあ普通に辛いよね、別に。ジャブだね。普通にアッパークラスは食らってないけど、じわじわ来るやつが来て、木の棒邪魔だしね、どう見ても。今日なんなら一回もう宿に置いてこうとしてるでしょ。それはない。ああ、じゃあ単純に忘れてただけ。信頼度が低いんだよね、これ。ここのここはグリップとかさ、鋭利な感じでできてたらさ、全然頼ってもいいんだけど、こいつに俺の体重半分預けらんねんだよな。あ、そりゃそうだろうな、折れるっしょ。折れはせんけど、グリップがない。滑る。登山靴ってすごいな。すごいね、安定感めっちゃある。やった？そうだった。そうだ、ビッグ？綺麗だよ、刺さった。いや、マジで近いと思ったのが遠い現象、やばいよな、この。
思い出しちゃった昨日の記憶を。顔が血まみれになってる。ちょっと5から6よりも倍きついね。8号目の大使館、標高3100メートルにいます。俺あれに入ったかもしれないか、ペイさん。うん、クライマーズハイ知ってる？知らん。ランニングハイは入ってるからね。ランナーズハイ部活のさ。いや、ないね俺。来週とかでさ。いや、俺ないね。え？俺ない。10回2回入んない。入んない。ずっと辛いなと思ってる基本。え？いやん。日焼け止め塗り忘れた。大丈夫よ。いや、もうあれやから。え、だってあれでしょ、なんか日焼け、結局顔黒くして髪の毛ドレッドヘアにして。ねえ、2人目やゴビー。あ、2人目や。あ、違ったっけ。あ、でも言うてきたよ、富士山頂まで残り155分。来てない。そう。さあ、2時間半。意外と早いかもしんない。あ、僕11時だねこれ着くの。まあ一応そうそう11時。でトンテトンテ。俺はもう相当スローペースで進んでるから。うん、じゃあ俺はちょっと早く歩いて早めに休憩をするっていうプランだから。はあ、あとあれでしょ、ちょっと愛想せえなみたいな優越感感じするんでしょ。そうや。うん、まあ年の差があるからな。あるね。うん、何もやっけ。次42。いや、58。うん、31や。実は1日ね、山小屋ここと迷ってた。ここだったらやばかったね。たどり着けなかったよ。無理だったね。だってさ、ヘッドライトに電池入んないと思う。違う、ヘッドライトが、ヘッド悪い、ヘッドライトが悪いみたいな言い方するのやめてもらっていい？はい、完成。おはようございます。はい、こんな感じです。8号目。ちょっとなんて書いてあるかわかんねえな。なんだこれ。エートルは？ここだって。ここエートル。ああ、うん、あれね、例の、うん、例のやつ、固定のやつね。そうそうそう、うん、画面外から真横じゃなくてちょっと斜め、ちょっと下すぎたかもしれんわカメラ。ちょっとテイク2で。それも味。あ、それも味。あと下、一応あのあれね、喋んないでね。あ。なんで喋った。いや、もうね、暑いよね。寒さじゃないよね。暑いの方が。風冷たいんだけどね。うん。ほてってるね、体が。今日も頑張ろう。もう速球よ。そうね。100で。ちゃおうぜ。うん。あれ、言葉と体が。体でも俺歩いてなかった。うん。あそこら辺入れてたんだけど。よいしょ。ウイダ飲む。飲む。は？うん。大丈夫。もう無理喋るな。ここうま。看板は見ない方がいい。行く行く。看板は見ない方がいい。ほら行く。マジ？マジや。8.5？ちょっと入って。
係ないやん。蜂って長いんだ。蜂長いね、マジで。だって今日ずっと蜂歩いてるよ。高いじゃん。うん、どんなに来ても行くんだよ俺たちは。まあそれはそう。一番上のこと考えるより多分一歩のこと考えた方が早いって。そうね、それはそうね、絶対そう。あのバイトの時にチラチラ時計見る現象起きてるよ。あれするとマジ汚染だから、没頭した方が早いって。俺バイトネカフェの夜勤だから一緒漫画読んでるだけで終わってたからな。次が来る、ついに。いいんですか、いただきます。パンパンですね。いただきます、食べます。あーすげえな。あマジかこれ、もうこんなチャックできるんだね。でも雲になってるけどね、俺たち今。雲なんだよね。寒いと水分取るの忘れるから取っとこ。はい。ウェッティだから忘れる、水分取るの。おせさん。え？来てくれてありがとう。頂上に登ってから言おうと思ってたけど、俺は今込み上げてきたよ。お客さん。ああ、そうね。ありがとう。じゃあ、また、強く戦いに行った。これ本当に。今、体勢ない俺。OK。頂上に頑張っていこう。行きましょう。もうそろ9だから。うん。9で休憩して、一気に登って、ね、頂上だね。チンがめっちゃ刺さってる。ほんとだ、なんかあるんかな。道山狭いから気をつけて。息が切れる前にもう一回休憩しよう。もう切れてっけどね。切れてっけどね。切れてるか。おー、危ない危ない。怖え。急に吹くから次は踏ん張ってないと。うおー危ねえ、マジで危なかったね。前傾姿勢になったか、ずっと。うわー風回してきてる、やべえな。よいしょ。あれ頂上だべ。あれ記憶ある、あの鳥居くぐったら頂上だよ。もう何しゃべってるか。うつが回ってない。行こう。あそこに行こう。あの鳥居だ。俺たちあそこは結構遠いってことが分かっている。あの鳥居をちょっと越えたら確か山頂だった気がする。ああちょっと越えたらね。なんかね、あすぐじゃないんだよね。越えてちょっとしたらもう山頂だもん。もう見えてるぞ、いっぺんは。見たと思うんだよ。ちょっと待って。気抜けちゃった。いて一歩つなげていこう。気抜かしたのあなたですけどね。うん、一人だったらこれは無理だった。いいね、最後行こう。これは徳谷さんにも声をかけてるけど、自分にも理解できるよ、これは。うん、狭いから気をつけ。はい、徳谷さん、後ろ向いたらいなくなってるとかやめねえ。え？やったー、
の流れマジでやめて、立てんな立てんな、霧が見えました。だいぶドキュメンタリー番組チックになってる、計らずしも。これは、これはすごい映画撮れてると思う。行くぞ、見せていいからね、待ってろよ。お前らに見せたくて思ってるんだ。晴れてはないかもしれないけどな。スキー場ぐらい寒い。マジで寒いね。うん、動けなくてさ、うわ太陽奪われてくるって感じしてるよね。なんだよママ、ここは入って四足歩行で行くしかねえ。よし、四足歩行で行こう。鳥居をくぐりました。鳥居をくぐった、ちょっとなんか今日テレ前を通過しましたみたいな、その実況やってもらっていい？ちょっと安っぽいわ、なんか。頂上です。ただ、天神峰っていう別の頂上があります。3776やつは、はい、またここから本当の本当の頂上はまだ本当の頂上があるんですか。そう、天神峰っていうところは、その難易度ってどんぐらいですか。そこからそんなには、ここからね、多分ね、人が多分安心なんで、知りませんが、なんっていう感じでしたら、ちょっとついていかせていただきたいなと思って。はい、結構に来てて、場所は大丈夫なの。はい、本当にどこでもいいあれはね、足を別にまたぐ。こっち行きますか。うん、あっち、あっちなんですか。下山道をまたぐ結構にあって、はい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 、そっちの方が下山は歩きやすい。なるほど。どんな感じ、ちなみに剣ヶ峰に関して。剣ヶ峰に関してはこれはちょっとリスキーすぎる。無事、富士山の頂上と言っていいのかなに到着することができました。今の俺たちの技量だと多分ここは限界道、剣ヶ峰だっけ、そこに行くのは非現実的だから。おにぎり食べねえぞ。そうね、このこの中で。でも頑張った。めちゃめちゃいい景色っていうわけにはいかなかったけどね、無事登頂することができました。俺の原動力は完全に君たちに見せるっていうところだったんで、まあ、道中も含めて頂上の景色をね。いや倍あったね、辛さ。その登った倍過酷だった。俺登山って言われたからさ、こういうやつなんだもう。ご来光の君たちに見せて、うん、この後ひどくなる。ひどくないですか。吉田口ほんとゆっくりですよね。うわぁ、ほんとだ。15時ぐらいになると死ぬ。はい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 。じゃあ下山も早めにした方がいいですかね。今急いでって感じですか。わかりました。でもこの今団体様のさ、多分みんな降りるでしょ。ついていこう。そういうところが、それが賢いですよね。そうですよね。やろう。はい、手がね、押してるかな、それ。なんでインカメしてんの。はい、しょ、インカメちゃう。めちゃめちゃインカメしてた。凍っとるもんな。皆さん、サブスクライブ見てマジでたくさんありがとう。
マジで励みになりました。最後こんな感じのテイストで終わるとは思ってなかったんで俺はなんか、うわー来たぞ見た頂上だーって思ってもらったんだけど、まあ、こういうテイストにならざるを得ないコンディションとなってしまったので、まあ、こういう締め方をさせていただきます。まあ、少しのハプニングはね、さあ少しのハプニング立証されちゃったね。このまま俺たちはこれ安全に帰らないと少しじゃ済まないからね。少しじゃ済まないから、聴者のしかないハプニングっていうのはあったので、行こうか、お願いします。すいません。